ごご紹介ありがとうございます私たちの東工大のチームではこちらのような次世代の 6G の非地上ネットワークを作り上げます先ほどの松下さんの発表でもありましたようにヘリオスの一部を担っております。 こちらに示しますように、現在、ですね 5G が始まったばっかりかと思,い思っている方もいらっしゃると思いますが、我々はさらにその先の無線通信の未来を切り開いていきたい、6G 時代の無線機を作っております。こちらにに示しますようにあごめんなさい あらゆる時あらゆる場所であらゆるもの、あらゆる人がつながるような社会を実現するために、われわれは軽いですね展開幕のフェーズド RM100 機を用いた超小型衛星を使ったノンテレステラルネットワークの衛星コンスタレーションを作っていきたいと考えております現状、ですねスペース X やワンエブとすでにですね衛星通信のコンスタレーションの開発が、サービスが始まっております。 しかしながら、そのようなサービスはです、ね、主にです、ね、地上方向に対してプラスマイナス60度およそです、ね、120度程度のエリアしかビームを振ることができません。そのようなビームのカバレッジですとです、ね、これから先 6G の時代にです、ね、より全方向360度あらゆる方向にビームを振るというところが必要になってきます。さらにこのの SpaceX とととですととやや重めの <laughs> 重さなのですが我々はそこからさらにどのような国でもどのような自治体でも誰でも無線通信衛星の無線通信を使うことができるように 10kg と非常に大幅な軽量化を目指しております。 無線 IC を我々はカスタム開発しておりましてそ,の他それによりましてフェーズドアレーム線機で問題になります消費電力放射線体制そしてコストといった課題を解決していきますこれまでに従来の10分の1以下の消費電力さらにメガラット級の TID 体制さらにこちらの右上の図に示しますように コッツと比較しましてもフェーズドアレイですと多量の無線 IC を使いましてさらにそれが衛星コンスタレーションになるとより多くの無線 IC が使われるようになってきますそのような際におおよそですが1000チップを超えてくるとコストの境界点が出てきましてそこからですね我々の内製の無線 IC を使うことによりましてコッツの1 2分の1以下のコストを目指していきたいと考えております。 実際にですね作っている無線 IC をヘリオスに載せましてそれらの内製 IC は各種の試験をクリアしております続きまして2つ目の技術的な強みといたしまして宇宙展開幕構造が挙げられますこちらに示しますように薄型基板を搭載できますブーム式の展開幕 のキューブサットをですね2019年に打ち上げました特徴といたしまして織物膜により基板厚さの影響を吸収できたりこちらに示しますような CFRP プラス金属のハイブリッドブームによる、えー、<laughs> 調展開をすることができますこちらのあこれはあれなのかな再生できないのかな 再生でできないですけどこちらちらょっと動画が動き動いて展開したのを想像していただきながらこちらのキューブサットの時にはですね無線機はダミーしか載せていなかったのですが今回、革新3号で載せますヘリオス無線機ではこちらに示しますように実際に展開するような無線機を搭載しております。 さらにその他の活動といたしましてより薄型化軽量化を実現するために薄いですねフレキシブルなアンテナの開発さらにですね IEEE、e、の衛星無線機コンペに出ましてファイナリストに現在選出されておりますこのような無線機の取り組みに対してでさまざまな企業と えっとコラボレーションをしながら開発を進めております。えまたですね、えさらにさまざまな機関から打ち上げの機会や衛星開発の支援を受けております。えこのように多くの方々とえっと幅広い分野の方々とえ協力しながらえシックスジーの時代を開きますフェーズダレ無戦記を開発していきたいと考えております。以上になります。